サージョゼフ・ノエル・ペイトンは、スコットランドの画家、彫刻家、詩人である。スコットランドの伝承及び、ケルト神話に関心を寄せ、造形が深かった。オーベロンとティターニアの異かいなど妖精を描いた作品でよく知られる。王立スコットランドアカデミー生会員、法学博士。姉であるアメリア・ロバートソン・ヒルによる、彫像ホームペートンは百二十一年十二月十三日に、 ダマスク式職人であったジョゼフ・ニール・ペイトンとキャサリン、マクダーミットの子として、スコットランドのファイフ、ダンファー・ムリンのウーヤーズ・アレイで生まれた。姉に彫刻家のアメリア・ロバートソン・ヒルを持ち、弟は風景画家のウォーラー・アーヒュー・ペイトンである。また、アーチボルドという兄弟とキャサリン、アレクシアという姉妹がいたが幼い頃に皆、亡くなっている。ペイトンは後に父母と兄弟の墓にモニュメントを建てた。 赤い花崗岩で、ケルト十字をかたどったモニュメントは、ダンファー・ムリン修道院の北側に存在する。父親は古美術、特に武器、甲冑の収集家であり幼い頃のペイトンに影響を与えていった。ペイトンは地元の学校に通った後、ダンファー・ムリン芸術アカデミーに在籍し才能を開花させていった。ペイトンは家業を手伝い、モスリン工場で3年間デザインを監督した。 ペイトンはほとんどの時間をスコットランドで過ごしたが、1843年からロンドンのロイヤルアカデミー・オブアーツで短期間学び、ジョージ・ジョーンズの教えを受けた。ロンドンでの修学中、ジョン・エバレット・ミレーに出会い、ラファエル・ゼンパへの誘いを受けた。ペイトンはラファエル・ゼンパのスタイルで絵を描いており、後には歴史的なものや妖精、アレゴリー、宗教を題材として、 絵画を作成するが、兄弟団に入ることはなかった。1858年、マーガレット・ボーレ・フェリアと結婚11人の子供を設けた。長男のダーミット・ノエル・ペイトンは1906年からグラスゴー大学で近邸生理学教授となり、フレデリック・ノエル・ペイトンは、英領インド政府の通商情報局の長官を務め、また総画家としても著名であった。 ディーン墓地にあるペイトンの墓所団ファームリン修道院に、あるペイトンの両親、兄弟の墓に作られた、モニュメント1901年12月26日、エジンバラで亡くなり、ディーン墓地に埋葬されている。ダニエル・マクリースと並び、ペイトンは、神話、伝承を題材とする名称である。ビクトリア朝絵画の専門家、クリストファー・ウッドによれば、ペイトンは、妖精画家の中で唯一、神話、 伝承に深い知識を持つ人間だった。ペイトンのケルト神話やスコットランドの伝承に対する知識は彼の作品に反映されている。作品は細部まで書き込まれており、ラファエル全派と比較される。ペイトンはロンドンで滞在中、ザ・アート・ジャーナルの編集者、サミュエル・カーター・ホールと知り合い、ホールの1842年の著作ザ、ブック・オブ・ブリティッシュ・バラーズに総画を依頼されている。 他にも、パーシー・ウィッシュ・シェリーの劇史、鎖を解かれた、プロメテウスやシェイクスピアの、テンペスト、コールリッチの物語詞、漏水不良の創画を手掛けている。絵画作品としては1844年のルース、クリニングが最初である。この作品は、王立スコットランドアカデミーで展覧された。シェイクスピアの夏の夜の夢を主題とした、オーベロンとティターニアの異世界。 オーベロンとティターニアの仲直りを代表として、数々の作品が評価されており、前期2作品は、スコットランド国立美術館で公開されている。イサカイと仲直りは、妖精画の最高峰とも評価され、不思議の国のアリスの作者、ルイス・キャロルもこの作品を愛し、妖精の数を165人と数えている。オーベロンとティターニアのイサカイの終作は、ペイトンの王立スコットランドアカデミーの、 卒業制作であり、1846年に完成した。アカデミーはこの作品を700ポンドで買い取っている。ペイトンは2冊の試作品と多数の彫刻も制作している。1847年に王立スコットランドアカデミーの巡回員となり、1850年に正会員となる。1865年に王室画家に認じられる。 二年後の1867年、ナイトに除任され、1878年には、エジンバラ大学から、法学博士の名誉学位を授与された。オーベロンとキターニアの居酒屋オーベロンとキターニアの仲直り出展書士情報。ありがとうございます。